はい、クジラクジラ。なんだね。バカでバイオレンスな木下ゆきなんじゃん。いるね。チャビースってどういう意味？知らない。それはさておき、木下ゆきなの偽りの謝罪動画あったじゃん。うん、あれは何度見てもウケるよね。何度も見るものではないけどね。何度も見ているうちに分かったことがあるんだけどさ、木下ゆきなは全く反省していないのよ。そうなの？木下ゆきなのスマホの検索履歴にさ、うん、嘘泣きやり方簡単ってのがあったんだよ。そうなの？それだけじゃないんだよ。お、謝罪動画服装ってのもあったんだよ。そうなんだ。低評価削除方法無料ってのもあったんだよ。お、でもさ、うちはおバカの木下ゆきなを見直したよ。どうして？おバカだから木下ゆきなは検索もできないのかと思っていたから、できんだね検索。